生まれはロシア、そして関西、舞台は東京、ピロシキーズです。もう見ていただいて分かる通り、いつもとも明らかに背景も違うでしょう。高層ビル、高層ビルなんですよ、ここは。もうすぐそこにもう東京タワーも見えるような、基本的に金持ちがセックスする部屋ですよ、これ。なんでや、すいません。憧れはこのくらいのオープンなところでセックスするっていうのが憧れなんですよ。すいません、ずれ、夜景とか綺麗だからね。ダメです。でしかもこんな話題を出したら、もうなんかスタッフさんもちょっとヒヤッとしてるぐらい、うん、ダメなんです。なぜかというと、今日はすごい方に来ていただいております。フィギュアスケート日本代表の松原ペア、イエーイ、お願いします。すごくない？すごいよ。チャンネル間違えてるよ、うん、大丈夫ここほんまにめちゃ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 ファン で、あのご飯とか、あのボルシチの回を見て、うん、ビーガンなんですけど、ビーガンバージョン作るぐらい。いや、ボルシチ作ってくれるんや。あんまり大きい声で言わん方がいいと思うねんな、俺はピロシキーズが見てるって。いやだからなんかこう、あの見てくれてたみたいで、そこからのつながりで一回フィギュアスケートも 見に行かせていただいてね、ピロシキーズ でそこからなんか意外なつながりで、こんなことにそうなってるんだけども、まず小松原ペアはあのペアでフィギュアスケートをやってるアイスダンスっていう種目で今日本で3連覇中、はい、すごいな。だから今後オリンピックで見かけることになるかもしれないペアになるんですよね。今のうちに最後ランとかがね、うん、いや逆にください。なんでなんでそうだからね、意外とピロシキーズ体操の日本代表の人とか見てくれてたりするって連絡くれてて、スポーツ選手はみんな大阪うわーじゃねえんだよ。え、まずあれなんですけど、ここはできてるってことですか？できてる、できてる、早い、夫婦です。あ、じゃあできてるんですよね。え、それはスケートをこう一緒にペアで踊り始めて、そこからなんかちょめちょめに、なんかやっぱり肉体関係じゃないですか、こうやって触ったりして、こんなもうここに股をさ挟んだりしてさ、そんなことやってたの？やってたらこうやって持ち上げて、ここに股が、要はここに股間が押し付けられて、でそういうのでさ、ちょっとこうムンムンとなっていって、そこからガーッてからの結婚なのか、もしくは先に結婚だったの、どっち？出会った理由はスケートですけど、別にムンムンしたからと結婚したわけです。どっちから？多分僕から。おお、まあ、最初から美里のなんかすごく綺麗だと思いましたので、すごくなんか滑り方もすごくああと思った、みんながああと思ったから。へえ。最初トライアウトって言ってスケートのお見合いみたいなやつがあるんですよ。え、それ、え、そんなの？何合コンみたいなこと？合コン、もう1対1の。ああ、そういうことか。そう、ペアになるためのお見合いがあるんだ。私ペアをやりたいです、うん、俺もペアやりたいけど相手がいませんよっていう人同士でこうお見合いをするような場があるんだ。一緒に滑ってみたりするんですけど。え、それ何人かとやるの？で、今は何人かとやったの？まあ、その時は多分5人ぐらい。へぇ、お見合いサイトもあります。お見合いサイトもあるの？すごい、もう出会い系じゃん。結構面白い。目の色入れたり、髪の色入れたりとか、身長、体重とか。こんなんがいいとか、年収なんぼがいいみたいな、その感覚で。てか、そんなにいるの人が？まあまあまあ、いないからそれがあるのかもしれない。ああ、逆にね、なるほどね。で、それがあって、最初あの住んでたところの空港に来てくれたんですけど、ロスバゲにあって、で、なんか何にも持たずに出てきて、で、一緒にトライアウトしたいのに滑れないわけじゃないですか。だから二人でご飯行って喋る。何してんだ、デートしてるやん、もうね。スケート靴ぐらい持ってきなさいよっていう。え、もう初日でしょ、それが。その日は一旦お別れ。その日も私の部屋に、家には泊まって。え、何なのこれ。流せるのこれ。いや、こんなの選手に聞いていいんですか？大丈夫ですか？今ちょっと自分で脇汗かいてきたんだけど。大丈夫、今の泊まって何かって言ってないですか？あ、そうですよね。でもそんなの言わなくたって、みんな想像ってね。なの、男と女が泊まった後からペア組むなんだな、泊まって何があるかは。何を言うと。
モニョモニョ言い出すね。すごいね、ロマンチック。スケートはいつから始めたんですか？9歳と8歳です、はい、あ、はい、でもスケートにしてはちょっと遅いんじゃない？遅い。もっと子供の時からみんなやるよね。3歳とか6歳とか。3歳からやるんや。なんで9歳の時に、うん、まあ高橋大輔君がその新聞に載ってて、うん、おー強いんだっていうのと、まあ、おすすめされたっていうのがある。意外と理由は浅いんだな。うん。みんなそんなもんじゃない。そんななんかすごい大感銘を受けたとかはないの？大感銘受けたっていうスタートめっちゃかっこいいなと思ってます。あー。なんか一番自分がやったスポーツとか何かの中で難しかったで楽しいなって、それで最初はじゃあシングルとかで一人でやってて、ね、アイスダンスに移ったのは16歳の時で、今はもうちょっと遅い、20歳、結構遅かった、遅い方だと思う。なんでさ、そのシングルから一緒にペア組むのに移るの？私の場合はあのシングルやってて、うん、まあ、難しいジャンプどんどんやって成績取れてきたけど、上の人見た時に浅田真央ちゃんとかがトリプルアクセルパーンって飛んでたら、もう無理無理ってなったんや。トリプルアクセルって3回転じゃないんだよね。3回転半よくご存知。見て、自分だってね、あのフィギュアスケート選手になろうと思った時期はあったんですよ。5歳ぐらいの頃。5歳の時。そう、自分が諦めたのはその時はプルシェンコとかがね、ロシアの、もう確か全盛期みたいな感じで、まあその時はプルシェンコは銀メダルだったんです。銀メダルと、でヤグディンっていうロシアの選手が、でロシアがワンツーだったけど、でそのヤグディンが1位だった。でそのプルシェンコとヤグディンのこの戦いを見て、あ、無理だって思った。一緒です。一緒だよ。だからこっちは結局無理だって言ってこういうペアを組む形になったけど、こっちはこう違うペア。同じです。したかったの。こっちさ、結構なんか喧嘩したりするけどさ、まあ、喧嘩したりしないのかなって。最初の1年目は全部新しいんで、何もかも新しいことだから、あ、いいねとか言ってたんですけど、頑張ろうみたいな。2年目から3年経ってくるとバチバチにやりまし殴り合ったりするの。殴り合ったりするの。チョップとかするの。やめろよ。あ、こうやったらとか、こうやったら何が違うねん、まあ、っていう喧嘩や。なるほどね。タイミングどう見えるか。それってもう出場する時に、はい、もうめっちゃ喧嘩してて仲直りもしてない状態ってある。それでもう今から出番。だからでもいいよね、それでさ、なんかタンゴみたいな踊ってさ、ツッみたいな、こうちょっと喧嘩みたいな、なんかこう、あれ、荒々しい感じで踊ってもらって。ないか。大会前にはなんか喧嘩しててもまあ緊張があるから、ちょっとなんかうまくやりたいから頑張りましょうみたいな感じがしますけど、まあ大体諦めるタイミングもよく分かりましたので、まあ今日は疲れてるからそれだけ喧嘩する意味ない、喧嘩もあ、そっか、諦めようみたいな。後で家帰ってセックスさんの仲直る。だって夫婦だもん。今のこのフィギュアブームって自分が見てる感じだと、やっぱそれまでロシア時代だったのがいろいろあって、で荒川静香さん全く自分は知らなかったの。そんな多分ノーマークというか、そんなに注目をされてる選手でもなかったんだけど、いきなりこう金メダルを取って、で各メディア、日本のメディアがブワーって食いついた。稲葉ウア、稲葉ウアこれじゃないからな、本当は足がこうやる。そんなことないよ、難しい。いや俺難しくないなんか一言も言ってない。イナバウはみんなこうやって真似してたけど、足をこうして滑る行為なんですよね。え、正しい？正しい。そう。だからみんなイナバウアのね真似をするときはこれじゃないの。これじゃなくてイナバウアってやった方がいいんだよ、まだ。そう、なんで股間を開いてんの？え、だって股間開くことだからね。いやでもまあ。え、開かないのあれ？開いてますよ。こう、まあ、開く、そんな感じの。そうだよ。で、まあ、メディアがいろんな食いついて、でそこから、まあ、大時代が始まっていって、ほんで浅田真央ちゃんもまたキムヨナと対抗させられるわけよ、 VS みたいな、ね、あれもメディアのやり方俺は気に食わないんだけども、なんかそうやって浅田真央ちゃんもねキムヨナと戦わせて、ソチオリンピックとかもさ、ショートでもプレッシャーに負けたんかなんか知らんけども、大変やったんやろうなって思いながらすごい痛い目で見てたんだけども、まあ、でもあれがあったおかげでね、ああやって、ね、同じアジアで強い選手が2人いて、みんなもう
ファンでもない人たちが、ね、まあ、日本なんて特にそうじゃん、なんかましてや相手が韓国の人ってなってくると、またなんかこう近いから余計にこうライバル心で興味のない人とかをわーって見てきて、でうわーってなって、うわ、ま、負けた負けた負けたわけじゃない負けたり勝ったりを繰り返して、でうわーってうわーってなってる時に、カニだって言って出てきた。神カニだって、 我こそは神だ、みんなひざまずけという。そんな言わない。いやでも本当本当そう、あのアイススケート見に行った時に羽生くんがもう俺すごいなって思ったのが、出ていく時にね、もうファンとかもうみんなファンがもうね、まあ多いのよ、もうスタンディングオベーションなのよ、静かに、今コロナだから。で出ていく時にこう他の選手がみんなバーって出ていって、その後最後に羽生が残って、羽生が最後、羽生くんが、もう呼び捨てしちゃったわ、もう友達みたいになってるから羽生くんがもう、 こう出ていくっていう風にこう最後なって、で幕がこう出ていった、そのステージ出ていったところを閉まるっていう。で普通に出ていきゃいいのに、羽生くんがね出ていく時にこう幕が閉まる前にヒューって言って、ほんでくるって回ってヒューってやるし聞いていく感じね。あいつなんやねん、プロフェッショナルよ、すごすぎるやろって思って。それにね、もう分かってんだよね、あれで何をしたらファンが喜ぶか、あれプーさんもらえると思ってんのやからそこまでしてくださるから、あげたくなります。そうだから、そこで今スーパースターの羽生くんがいてっていう感じのなんかこう歴史だったんだけど、俺何の話しようとしたんだっけ。スケートの歴史も、スケートの歴史になんか流れ込んでるよね。流れ込んでる、また喋りすぎやね。ごめんなさい。すごい。やっぱああやって VS キムヨナ、VS 浅田真央みたいな感じで戦わせた盛り上がりがあったことによって盛り上がったわけじゃないですか。だから今日本はまだね、ペアとかあんまなんかね、人気がないのよ、はっきり言って。そうですね。本人たちを前に言うのも失礼な話なんだけども、世界的には日本よりも多分人気あると思う、すごく。全然知らなかった。難しいからね。だからそろそろこうやって高橋大輔選手とかとこう VS させてさせようちょっとメディアをあおって人気出してほしい。もっとこのペアのグループとかのやつをもっとこう、そう、なんかやってほしいなと思う。頑張ります、頑張ります実はね、一番気になることがあって、はい、子供の頃から今でもそうなんだけど、将来の夢がね、ドーピング検査官なんで、興味がありすぎてどうやってやってんだろう、ネットとかで調べると、もうその出すところを検査官はこう見るんだってっていうのを、してえ、でもね、見るっていうのをネットで聞いたから、もう俺の夢が本当なのかどうなのか、ドーピング検査っていうのをどんな感じか聞きたい。まずあります、ドーピング検査は。あります。それどんなタイミングであるんですか。大会で1位の人とランダムに1人とか、レベル高い選手だとこうやってやってる時にもコンコンって、別にどこにいてもいきなり来るんだ。はい、今日やりますみたいな。1位の人は全員絶対やってるんだ。そうですね、大体の大会。羽生くんとか毎回毎回もうやってるんだ。やらしいかもしれない。ちょっと待って、プロフェッショナルかもしれない今目光らせたの。そうなんだ。それってじゃあどうやるの。滑り終わりました、はい、で待ってるんですよね、こうやってもうボード持って、ボードを持った、まあ、大体、うん、そうですね、もう演技終わってはっ、点数分かったって出た瞬間にいます。いるんだね。で、いたからもう、うわ、はい、今日足ってなってで、なんかサインをするんですけど、はい、了解です、今から始めます。で、まあインタビュー中もいらっしゃって、でずっとついて逃げないで、恋しで、もうトイレ行きたくなるまで着替えるとかも全部ずっと いてくださるんで周りもさ、なんかあいつ今日だなみたいになるもん。ういってなります。うえいとか言ってくる。頑張ってとか。あ、じゃあ私じゃないわ、軽いや、悪いね、帰るわいや、なんかでも想像できるわ。そうやな、そうなる。俺もアレちゃんがこうどっちかドーピング検査ってなって、アレちゃんがういってやっちゃうの絶対やめろ。わかるわかる。それでそれで続き続き、うん、でまあ長くかかる選手3時間とか別に全然1日超えちゃう。だってさ、おしっこで取るんだもんね。そうです。おしっこしたくなくても、まあ恥ずかしいから、うん、そういう緊張とか
人によっては変わってるかな、うん、ちょっと。あと、まあ、ちゃんとした量も取らなきゃいけないし、濃さも薄かったらダメなんで。そんなのあるの？だから出したくて飲みまくってもダメ。あ、そっかそっかそっか、飲みまくったらそのね、ドーピング成分が薄まる可能性があるから。下手にいっぱい飲んで出して薄かったらやり直ししなきゃいけないんで、また次はもっと薄いから。え、それってさ、何、便器、個室、トイレ、うん、便器の上に座るの？なんかそんな場所、ドーピング検査する人、アンチドーピング検査する人用のお手洗いがあって、あー、すごい。で、そこに行って、私の場合は、女性はまあちゃんとここまで下げて、ここも上げて、で、見えるようになんで、このままだったら見えないから、ちょっとこういう感じ。どこから見てるの、その人は。ちょっと再現して、じゃあ。まあ、あるあるの人は。ここに一応便器があって、なんかこういうものがある。あ、自分で取ります。あ、自分でこう、あ、じゃあこうだね。で、それで、ね、ドーピング検査官はどうしてるの？で、あるあるはまあこういう感じですけど、私がすごいなと思った人は、すいません、前はこうでした。あやー、出ないよ。もう一緒にこう見てる状態だよね。そんだけ見てもらってるのに全く出ないとき、すごい恥ずかしい。それは出ないよね、ここ。出ないよ。え、男子は？まあ結構同じなんですけど、ここからここまで、うん、まあ立って、ドーピング検査やりたいだけやん。違うの？まあ、こんなチーラシだけ、まあ、渡して、当たって、うん、それは自分で、はい、じゃあもう普通に自分でこうやったってやってるのを、はい、こう隣で見てるってこと？そういうこと。あ、こう見てるんだ。え、どうやったら離れる？俺全員ね、柔道の人と水泳の人とか全員やりたいわけよ。絶対やらせてもらえない。それどうやったらさ、慣れるの？全員になりたいわけよ、やりたいわけよ。全員にドーピング検査したい、本当に。でも集中しないとダメだから、まあ、こうしていないんでしょ。なんか集中していますので、どこから立ってるかわからないです。え、どういうこと？あ、もうだから、その、なんか自分も集中しないと出ないから、はいはい、検査する人がどこで何をどう見てるかはちょっと目合わしたくないし、気にしていません。気にしてないの？え、いいの？気にしなくてもこっちはチンチンが見れた。そう、お前の話じゃねえ。だからだからさ、これで言いたいのはさ、こんなに厳しくされるっていうのはもう本当にうちのロシアがすみませんっていうことですよ。本当になんか謝らないといけないね。うちのロシアがすみません、こんなことさせてしまって。じゃあまたオリンピック来年また北京とかであると思うんで、はい、ね、ドーピング検査始め、はい、ペアでの踊りね、はい、あとまあなんかいろんなちょめちょめあると思うんですけど、はいはい、頑張ってください、応援してます、本当に。ありがとうございます。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、なんでそんなに笑ってんの？いきなり締めたなって。本当に、あの YouTube も始められるらしいので、URL も載しておきますね。じゃあぜひ概要欄の方でチェックしてみてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。以上、現場からお送りいたしました。